ですが、そこにボールが出ません。さぬきです。逆に抜け出した鹿児島、あっとフリーでしたがゴールポストの右、オフサイドはありませんでした。酒本スルーして三宅かわすとチャンスですが、シュート打ってきました。クロスバー、これが三宅海斗。さあ今度は牛の浜の左足、バーの上、枝本のクロスファーサイド、こぼれて三宅切り替えてシュート決めた。鹿児島4点目、決めたのは41番三宅海斗でした。ボランチの田辺、右サイドへ展開します。鹿児島三宅低いクロス、前を向けるか酒本、そして田中のクロス、サイドネットでした。川西から田辺がボールを奪いました。三宅海斗から馬場のグラウンダーのクロス、時計で試合残り時間は5分です。85分が経過しています。ワンタッチ、さあ馬場が抜け出して三宅左足のクロスボール、わずかに合いませんでした。ここも入道ゴール前、三宅のシュート決まりました。3点目、代わって入った三宅海斗、ゴール前クロスを入れますがセレッソがクリア。しかしまだボールを収めているのは鹿児島です。クロスを入れる、少し長くなったか。もう一度三宅、早いパス回しは鹿児島、三宅酒本、そして三宅左サイド砂森のグラウンダー。